地域の課題は積しています人口減少、人手不足、第一次産業の苦境、こういったことの一つ一つの厳しい、厳しい状況をどう打開していくか、大変難しい中でも、しっかりと皆さんとさまざまに連携をしながら、明るく前向きにこの地域をつくっていきたいと思っております。